今回のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらはピアスが7点です。4点は下がりがある比較的ロングタイプですが軽いです。34番は猫が下がるデザイン、天然石はホワイトジェードとヘマタイトです。36番はアメジスト、そしてブラック水晶です。39番はアクリルビーズとクラック水晶、そして螺旋状のメタルパーツが可愛いんです。40番はピンクジェード、翡翠、カットガラスビーズ、そしてアクリルビーズも使ってあります。3点は下がりがあまりないタイプです。こちらの2点は全く下がらないタイプ、耳たぶにちょこんと可愛いんです。ロングタイプの4点はフックの形状4点とも同じで、そして樹脂のキャッチがついています。レジン作品です。猫ちゃんのお顔の形をしています。表面にスワロフスキーのラインストーンが光ります。37番、指先に乗るぐらいの大きさです。アップで撮影します。ポストタイプで樹脂のフック、そして樹脂のキャッチがついています。ちょこんと可愛い大きさ。38番、手に持ってみます。アップで撮影します。ポストタイプで樹脂のフック、樹脂のキャッチがついています。下がりがないデザインです。35番です。こちらシンプルなデザインです。樹脂フックで樹脂のキャッチがついています。長すぎず短すぎず、つけた感じも程よい感じなので、普段使いにおすすめです。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。